馬氏は、中国語漢末期から三国時代の武将。字は徳進。益州派生軍、中堅の出身。子は、馬治む。若い、馬通る。孫は、馬義。三国子職士に、捨てがある。かつて母方の家で養われ、生は狐、名は、厚子であった。後に馬中と改めた。軍理を務め、県安年間の末に、高連で推挙され、 干渉権令となった。劉備が医療の戦いで敗れた際、派生隊主演芝は、諸県の兵5000人を挑発して、馬中に引き入させ、援軍として派遣した。劉備は永安で、馬中に会い、貢献を失ったが狐つ厚を得たと劉派に語った。健康元年、諸葛亮は、上昇府を開幕した際、馬中を、門下得とした。年。 諸葛亮は南中に至ると馬中を大使とした。主砲の反乱を鎮圧した後、馬中は威厳と慈愛をもって民の遺部に勤めた。県境八年、上昇三軍となり、省の副長理となって留府の事務に当たった。この時治む中十字を兼任した。県境九年、諸葛亮の喫山出生に当たり、馬中は諸葛亮の下で軍事に携わった。 紀山から戻ると、長玉羅を引き、三軍で反乱した共族を撃った。県境11年、南恵比寿の豪卒であった、竜兜が反乱した。高都徳には、県境9年に、理解の後任として、長翼が就任していたが、長翼は、厳格に法を執行しようとしたため、異民族の反発を買っていた。そこで、朝廷は、長翼を召喚して、馬中に交代させた。 蝶翼が軍備を前もって整えていたこともあり、馬中は竜下部団を切って反乱を平定した。その後で、官軍、伊佐向将軍を加えられ、白秋抵抗に封じられた。かつて、県令軍では、大衆が殺されたり捕らえられて、呉に送られたりしていたので、前任の蝶翼は、軍の平屋ビス県に駐在していた。しかし、馬中はあえて庁舎を、 県令軍の味県に移した。また、長玉を率いて、腰軍の異民族によって奪われていた湿地を回復した。この項により、安南将軍となり、方号抵抗に封ぜられた。縁広氏5年、朝廷に召喚され、ついで、冠中に駐屯していた将へ見事と乗りを伝えた。馬中は、鎮南大将軍を拝命した。縁広氏7年、日が 義軍の攻撃を防戦するにあたり、馬中は、生徒に泊まり、平ら小所持に就任した。日が帰還すると、馬中はまた南方に派遣された。縁広し二年に死去し、この場を治が後を継いだ。孫の馬用は精神に使え、県令大使となった。また、新女東高伝などによると、馬中の子である、バトールは、格欲に上表され、孔子大使に任命された。 馬中は人となり寛大で、公正土用があり、ザレとに対象するが、怒りは顔に出さなかった。決断力に富み、恩意を並び施したため、認知の異民族から意敬された。馬中が亡くなると彼らは涙を流して悲しみ、病を立てて祀った。高都徳は、長兵、縁境が公認となったが、風格や功績の点ではいずれも馬中には及ばなかったという。 小説、三国支援儀では、南蛮遠征で登場し活躍している。宿儀との一騎打ちでひ刀たを受け負傷し、長玉と共に受け取られる。だが、その保義のべが宿儀を捕らえたため、人質交換により、諸葛亮の陣へと戻された。また、北伐の際に、諸葛亮の指示に従い、石弓の伏兵を持ち、蝶を射殺するという対抗を挙げた。ありがとうございます。